どんな写真を撮るのかということについて考えていきたいと思います。これはですね、写真を撮ると、たかが制作機の写真なんですけれども、これは普通の写真を撮るのと、ほぼ同じ、趣味で写真を撮るのと同じぐらいのね、やはりテーマが求められるなと私は考えれば考えるほど思うんですけれども、例えば、これを今撮るということでね、考えてみたいと思います。まずこの状態で、背景がこういう状態で撮ったとします。はい、この写真どうでしょうか。伝わりますでしょうか。何が言いたいか分かりますでしょうか。背景にいろいろ写ってますね。うん、この状態ではちょっと分からないですよね。何が伝えたいのかよく分かりません。ブログ写真、制作機の写真って写真の、下か上かどこかにキャプションがつきますよね。文字を添えます。だからある程度分かるんですけれども、文字を読んでしまわないとこの写真の意味がわからないブログというのはちょっとしんどいですよね。写真を見た瞬間にどんどん読み手の中に入ってくるようなブログの方が読みやすくて楽しいと思います。じゃあどうしていくのか。まずね、背景を整理した方がいいと思います。あんまりごちゃごちゃ背景はしない方がいいと思います。小さい紙で十分です。こんな小さいものなので、これを置いてみましょう。A4 の半分ほどの大きさです。いかがでしょうか。随分伝わるんじゃないでしょうかね。もうこれだけでも、これを撮りたいということがよくわかりますよね。でもまだわからない、これのどこをどう言いたいのかがわかりません。じゃあどうしたらいいんでしょう。画像処理をする方法もありますし、例えば矢印なんかを使ってここって示す方法もあります。それもありますし、例えばこれを撮るときにですね、筆をこうしてやります。こうやってやってやります。その上で撮ります。ようやくわかりましたよね。このフィギュアのここの手を縫ったという意味に伝わりますよね、この写真。ね。写真ってね、やっぱりこうやって主題を整理していくって僕大事だと思うんですよ。こうやってやっていくと、写真がどんどん見た人に分かりやすいものになっていって、見やすいものになっていくんじゃないかなと思います。そういう意識の上でこういう本を見ますと、同じようにされていることがよくわかります。エアブラシを当ててこう当ててはります。次こうこうですよ。人間、私たちは見るときにこのエアブラシの先をこうちゃんと見るんですね。この辺を見るように私たちの目は動きますんで、それがはっきりポイントになるように写真に収められてるわけですね。もう一つの方法として、制作工程をね、ほぼ同じアングルから撮るっていう方法もありますよね。これも大変わかりやすい方法です。もうだから、ただですね、これはそのある程度そのする作業を慣れてるというか、そうじゃないと工程をね、順番に途中で撮っていきますんで、なかなかねこれは撮れないんですけれども、慣れてくればね、これもいい方法の一つです。前置きとしてね、ブログ記事なんてその人のね、好きなようにしたらいいと思うんですよ。日記というかね、そういうものという考え方もあるし、できる限りね、説明をきっちり入れるという考え方もあるし、それは人それぞれだと思います。ただですね、僕はせっかく見に来てくださるんであるわけでね、せっかく時間を使ってね、自分のブログ記事を見てくれてるんだったら、良いものを出したいというか、ブログ記事も一つの自分の作品の一つとしてね、捉えてますんで、その仕事柄写真屋なので、写真に対してはそういうふうなこだわりがあるんですけれどもね、
まあそうやってね喜んでもらえるとコメントもらえると嬉しいのでね、単純にやってるということですんでね、まあその辺は自由ですけどね。まあそもそもこの動画をね見られる方というのは、わざわざ見てみようと思ってねここの最後まで、見てくれた方というのはホスピタリティと言いますか、ブログに来られた方に良い写真を提供したいと思ってね動画のこんな最後まで見てると思いますので、ぜひ頑張って、お互いに皆さんでねいい写真をね撮っていけたらなと、いいブログ記事をね高め合っていけたらなと思いますね。